どうも皆さんこんばんは。さあ5月の14日でございます。いや本当にね、まあ暖かい日が続いておりますけれどもね、お外に出たいねっていうところではあるんですけれどもね、ちょっとまだまだというところもございますので、まあぜひこちらのラジオね聞いていただいて、あの楽しんでいただければなと思いますので、今日も一つお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。 T ライズネクスト G のお笑いしたいです。さあ、改めまして、T ライズネクスト G のお笑いしたいですのお時間でございます。この番組は、仙台のこれからのお笑いシーンを担う T ライズネクスト G の面々でお送りするバラエティラジオとなっております。今週の MC は私、関亮太でお送りいたします。お相手はこの二人。前坂チャンネルと、相川和也です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まずどっから攻めますか。相沢和也のヒゲですか。行きますか、一回。一応 ね、ラジオだとね、たくさんにくいんですけども、うん、もうずっと今伸ばしてる。まあそうですね、うん、もう2週間過ぎたぐらいですかね、うん、今。伸ばし続けて。結構な、はい。これは一応、まあ、何ですか、これは実験というか。そうですね、まあどんぐらい、まあ、伸びるかなみたいな、軽くちょっと見てるところ。どんぐらい伸ばすんですか。まあちょっと今様子見て。かなりいいですよね。そうですね、まあいつ剃るかとか、うん、まあちょっと残すかみたいなの。結構、まあ、口の周りにドアって出るタイプなんです。劇団員感が出てきたよね。そうですね、なんかいますよね、こういう人。劇団で全然こうただ歴だけ長くいますみたいな。いるじゃん。あ、そうですね、特に実績もないのに好印象ではないですね。あとまあ似てるって言われたのはあのカメラを止めるなの浜田さん。監督役の似てるっていう、そういうね、ちょっとこうアングラ感が出てきたですよね。確かに、ね、これでいくんですか今後、ヒゲキャラも。あ、ちょっと当分は一応生やす予定なんで、はいはいはい、まあ、はまんなかったらもうすぐすぐ行きますから。そこは邪魔だなと思ったら、そうでございます、ネタに支障が出る可能性もあります。ただいくらでもありますからね。そういっぱいあるからね。好きなやつ。いやもうほぼこの番組で生まれたキャラほとんど俺らもキャラ放るだけ放って、あと別にそっからなのか何か別に育ってないんですよ、何もキャラは。特に申し訳ないから、申し訳ないと思いますけれども、まあ動画でちょっとね、相沢のヒゲ模様を、はい、ぜひよろしくお願いします。今日のヒゲ模様をチェックしていただきたいと思います、思いますので、よろしくお願いします。メール来ております。おありがとうございます。ありがとうございます。ベルネーム、新たな沢さんからいただいております。ありがとうございます。関さん、前坂さん、相沢さん、こんばんはと。こんばんは。4月からの新番組、おめでとうございます。ありがとうございます。うん、不要不急の外出自粛生活、いかがお過ごしでしょうか。自分も家にいる時間が長くなったり、料理を作ったり、食べた後の皿洗いを手伝ったりしています。先週はグリーンカレーを作ったのですが、味が薄いと不評でしたと。またリベンジしたいと思います。なんか得意料理ありますかっていうことなんですけども、あ、料理確かにいいっすよ。あの暇なんで僕も、はい、たまにやってますから、うん、何作るんですか。なんかね、まあ今作れますよ、レシピなんていくらでもあるからね、うん、まあまあ、うちの嫁さんがひき肉を使うのが嫌いなんですよ、めんどくさいっていう。だからハンバーグ作ってくんないんで自分で作ったりとか。あ、普段出ないやつを作るっていう、作ってみたりとかね。いいですね。結構でもいいと思う、面白いと思いますよ、うんうん、ライダーどうですか。ちょちょ、ここで振る、びっくりした、丁寧に振りますからって言われてドキドキドキして待ってたら、まさか料理できますかって振られるって。全部自己紹介してみんないるかどうか分かんない、急に声出てきたみたいな。いたんですか、急に4人目が。いた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 、ちょっと呼ばれて呼ばれてきた。急に騒がしくなったな、言ってなかったっけ。びっくり、言ってなかったっけ。言って、全然言ってなかった。多分みんなポカ、え、なんでライダーいるのみたいな感じになってますから今。あ、マジですか。はい、じゃあ、メールお待ちしております。おめでとう。じゃあ待ってます。じゃあ待ってます。今週のゲスト今日来ております、これからライダーです。お久しぶり。どうもどうも、これからライダーです。ねえ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に、え、いやいやいや、終わり。もう一回ちゃんともう今流行りの熱盛りのたぬきちの真似から入ったのに誰もね、誰も突っ込んでくれないんだ。どの真似やってるけど分かんねえよ。あれなんですよ、まあラジオもね始まって、はい、ちょっとほらこうね、なかなかこう話題が出にくいじゃないですか。そうなんですよ。そうですね、ちょっとこうカンフル剤というか、うん、一発こう刺激を与えようかなと思いまして。そうです、ね、まあ、あの去年ね、はい、番組、新番組になる前よく出てもらってたんで。そうですね、はい、前の T ライズの会議室の時はね、よく呼んでいただいて、気づいたらタイトル変わって追い出されるっていうね。そうですね、もう一生呼ばれない感じになってて、うわー、そうです、うわーわーって思ってたら、そのつもりでいました、はい、そのつもりでいました。もう怒ってこれないだろ。こうすりゃもう大丈夫だろ。大丈夫、あいつもう来ねえぞっていう締め切られてたところを、うん、なんとかなんかラッキーですよね、本当に。ありがとうございます。いやー、お忙しいとこね、来ていただいて。まあ、そう、忙しい、本当に忙しかった。うーん、もう。あ、じゃあもう。はぁ、はぁ、もう。え、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 忙しいじゃない。夜勤もあるでしょ。今日はない、今日はない。ないです。ないないない。料理どうですかって、ライダーさん。料理ね、ほとんどしないですね。そうですか、やっぱりもう。おぉ、しない。聞く気な
ないの、聞く気ないのそれ。ちょっとまあ本当に料理の話は全然できないですけどね。ああそうですか。昔でも一人暮らししてた時はなんか簡単に作れるなんか杏仁豆腐とか。かわいい。簡単に作れる。クックデルヌーロ、杏仁豆腐とか。フルーチェみたいな感じですか。なんででも近いかもしれないですね。フルーチェでもうまいですね。簡単に作れる杏仁豆腐なんてあるの。ありますあります本当に。自分の好きな硬さにできるんでね、こう杏仁豆腐マニアはねぜひね作っていただければなと思いますよ。まあでもいいですよ、アタサワさんね、こうやってお料理とかはね普段やんないことやってみるチャンスでもありますからね。ありがとうございます。こんな感じでね、こうね、今なかなか外に出れないけど、こういうことこうやって楽しんでますよみたいな報告もらえると僕らも嬉しいですからね。うん、はい、ぜひ皆さんメールお待ちしております。76@radiocin.jp、76@radio3.jp、すべて小文字たくさんのメールお待ちしております。今週はこれからライダーをゲストにお迎えしてお届けします。ティーライズの会議室10時28分まで。会議室じゃない。すいません、俺のせいか。懐かしいな。懐かしいな。寄せない、寄せちゃったな。ついの。お笑いしたいです。12時28分までよろしくお付き合いください。そうだね、忘れてたよ。さあ、あとめましてティーライズの会議室でございます。会議室じゃない、会議室じゃない。もうすいません、すいません、もうループに入った。今日は、ティーライズの会議室しょうがない、これもう、だめ、これダメなやつよ、これ。入っちゃった、ゾーン入っちゃった、またダメ。お笑いしたいですね、お笑いしたいです、ね、MC は今週は私、関亮太、お相手はこの二人、前坂チャンネルと相坂田です。そして今週のゲスト、これくらいだね。よろしくお願いいたします。声でけえ、声だけはね、声だけは、声でけえな。まあ、ライダーさん、まずお久しぶりということで、お久しぶりだな、本当ですね。今年初めてですもんね。今年初めてですね、本当に。会うのも初めて。初めてですよね。あ、でも、そうか、初めて。僕は初めて、明けましておめでとうなんですよ。明けましておめでとうございます。今年こそ。今年こそよろしくお願いします。今年こそ頑張ってください。今年こそ結果を出してください。あ、そうですね、そうですね、そう。結果を出さないことにはね、ちょっとね。その結果出すためにね、はい、まあ、この、会わない期間というか、はい、こう何をされていたのかなと。うん、で、まあ、やっぱ今こういう世の中じゃないですか。はい、ね。はい、皆さんちょっとやっぱこう元気もないですよ。そうですね、やっぱヒーローとしてね、はい、まあ、どういう取り組みをしていたのかなっていうところが。ああ、ヒーローとしてですか。まあまああれはヒーローなんですよね。ヒーローです、ヒーローです、はい、ヒーローですからね。佐藤健二じゃなくて、おいおいこれからライダーとしてどうだったのかなっていう、はい、これからライダーとしてですね、うん、これからライダーとしてこのコロナの期間ですか、コロナ、はい、入った期間で、うん、僕もいろいろ勉強しなきゃいけないなと思って、なるほど、素晴らしい、いろんなね、配信を、生配信を見るようにしていました。はい、見てたんですね。見ていました。見てましたね。みんなと同じなんですよ。でもそれはあれですよね、そのなんか芸人さんとか、そのなんか上手い人のやつを見て、トーク術をなんか勉強するみたいなってことですよね。最近、これからライダーさんめっちゃツイキャスやってんですよ。あ、そうなんだ。多分1日に3回とかやってましたから。3回、そうですね、1日3回ぐらい。朝昼晩みたいな。そんな感じでやってたんです。普通にニュースと同じような感じです。これからライダーの時間です。毎日何やってんですか。基本的にはまあ、うん、ラジオキャスですかね。寝る前にこれも、はい、相沢くんが、うん、言ってくれたんですよ。いやなんか、ね、うん、やってこないとダメですよ、やっぱり配信とかって。締め裂かれたんで、そっか、まあ、ライダーさんからちょっと相談というか、なんか若手が結構いろいろやってるから、まあ今若手ね、どうしたらいいかなって、うん、まあ、でもツイキャスとかだったら気軽に始められるんじゃないですかって言ったら、うん、もう結構もう1週間とか2週間後とかにもう始めてるんですよ。すぐ始めて言ったその日にやらないっていうのがね。いやいやいや、まあでも、ね、一周温めるっていう、うん、そうなんだ。でちなみにその勉強しな、どういうのを見て勉強してるかっていうと、うん、まあ、基本的にはアイドルですね。いや、アイドルかい。アイドルの勉強になるんですか。ショールームっていう配信で。ああ、なんかあるね、うん、下世話のやつでしょ。下世話じゃない、下世話じゃない、あんなの。あとエッチじゃない、エッチじゃない、うん、エッチじゃないから下世話なんだよ。逆に言うとさ、エッチな方がダメでしょ。いや、そっちの方がもう、ああ、もうそういうもんなんだなって思うけど、なんかエロじゃないですよみたいな。エロじゃないですよって。いや、だって俺やるのもエロじゃないし。俺脱ぐ手でやらないし。ああ、なんかこうエロじゃないよって予想ってますもんね。予想ってもんね、うん、実際はそういうことですよ。なんかそう、実際さ、それでもちょっとさ、うん、加味してるくせにさ、ちょっとエロい感じで見るとなんかエロい感じで見るのみたいな言うじゃん。アイドルをエロい感じで見てるの。それこそなんか女のツイッターとかもさ、なんかさ、自撮りでさ、なんかこう言うじゃん、なんかおはようとか今日も頑張ろうみたいな。普通写真なんだけど、ちょっとなんか
妙に肩ちょっとはだけたりとか、イエローを混ぜてさ、イエローね、そういうなんかもうやらないので急にエンジンかかってくるイエローにエンジンがかかるんだ、腹立つんだよ、アイドルの話。それはグラビアアイドルだとしても腹立つ。グラビアアイドルとかいいよ、もうそういう人たち。ああそういう人たち、ね、そう、どこら辺のラインがダメですか。そうじゃない、そう、一般の素人とか、普通にもうそういうエロ売りじゃないアイドルとかが、エロ売りじゃないよ、なんかちょっとなんかそうエロじゃないのですよ、エロじゃないからねみたいな感じで言ってくるのが俺なんか嫌なんですよね。でもなんかちょっとエロ要素も加えてくるじゃないですか。なんかエロ要素加えてきますよ、それは。だってエロい方が見てくれるの。そうでしょ、結局エロい方、ね、それを売りにしてんのにそれアピールしないって。そう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 、ね、だからあなたの好きな何時かな、エロすぎるグラビアアイドルじゃないですか。森崎智美、あれぐらいの方がいいよ、逆に好感持てるの。森崎さんマジですごい、マジですごいです。でもちょっと見たけどすごいね。あれぐらいもうエロですって言ってくれた方が、はい、逆にもうこっちもすがすがしいです。いや、プロだなって思うもんね。インスタグラムを僕も最近、まあ、登録だけして、森崎智美さんのことフォローして、はいはいはい、あと何人かのそのセクシー女優さんにフォローしたんですけども、はいはいはい、森崎智美さんがダントツでエロい。セクシー女優を抑えて、セクシー女優を抑えて、自分の見せ方と分かってるんでしょうね。そうですね、むしろあの深田恵美さんとかの方が全然可愛いで収まっちゃう。なるほどな、 AV 女優はね、可愛いなーで収まって、それぐらいだったら全然いや、いいなと思うけどね。ごめんなさい、話忘れちゃって。いやいやいや、大事ですから。ね、SNS でどう自分たちを表現するかって大事ですからね。確かにな。そういうの学んでいかないといけないんで。そうです。まあ、それが今ね、まあ、できることといえば。そうですね。でも、ツイッター大好きでしょ？ツイッター大好きですね。相沢くんね、俺はツイッターキャラとか言ってたけど、そうです。これからじゃあらんだけど、ツイッター始めて5年ぐらい？そう、それくらいだと思います。いや、これからライダーが、はい、これからライダーが、したいいね、はいはいはい、されたじゃなくて、したいいねが5年間で22万っていう、22万出てくるんですよ、ね、私そんな年間4万いいねしてるんですよ。年間4万いいねよ、よく俺の親指耐えてきたの。1日100いいねしてるんですよ。100いいね、150とかしてる。もうそんなに記事読んでるんですね。じゃあでもそうですよ、だから延べ1日の活動時間、睡眠引いたら17時間とかでしょ、17時間で、それで100いいねだからもう1時間でもう6とか10分に1回ぐらいは。なんなら普通平日とかだって働いてますからね。そうそうそう、業者とか雇ってますから。いいねする、いいねする、バイト、俺の会長やばい、そんなにやるんだと思って。いやいやいや、だからみんながいいことをするから、そうか、もうそれはやっぱこう褒めて盛り上げていくっていう、はい、盛り上げていくっていう方針ですから。私はね、そうなんですね、やっぱりいいねってされたら、お、よかったのかな、もう一回ちょっとやってみようかなって、こうやる気になるじゃないですか。俺もいいねしてほしい方の人。もうよかったのかな今のみたいな、元気のつけ方もあるからな。そうそうそう、支えていけるじゃないですか、もうみんなのこと。ずっとスマホ見てるヒーロー。いいね、おいいね、おいいね、いいねじゃないライダーさんがそのいいねをしすぎてるから、これからライダーさんからいいね来てもそんなに嬉しくない。どうせみんなにやってんでしょ、いいねってなるから価値がないんだ。だからそのいいね来たなと思って、これからライダーさんの1いいねで終わった時の、あんま受けてないなって。ゼロでいいよ、だったら。ゼロでいいよ。そんなことやっても私はいいねの薄利多売邸でいますから。どんどん押していきますから、価値なくても。まあでもいい目ね、悪く言うよりはな。そうですね、そうです、ディスられるより。でも、まあ、芸人としては下手したらディスられた方が美味しいとか。ああ、まあそれもあるか。どうなんですか、お二人の、その若いお二人は、ツイッターやってるお二人は、はい、あのネットリテラシー的に考えて、その炎上す、うん、ちょっとあった方が嬉しいのか、嬉しくないのか。別に狙いに行きたくはないですけど、うん、結果的にそうなってしまう分には全然仕方ないかなとは思います。まあでもよくないんだよな。まあ、そうですね、僕も炎上商法はダメですよ。炎上商法ダメなんですか。それさっきのそれとそのエロじゃないよ商法と一緒ですよ。やってることはなんかわざとそういう風にしてなんかこう話題にするみたいな、それはやっぱちょっと違うんじゃない、うん、じゃあ男がビエロで行くってのはどうですか。じゃあそのことについて後半話し合います。後半責任持ってくださいよ、ね、責任。男のビエロに責任は難しい。知ったんだから。曲お願いします。これからライダーチョイスいいですかね。はい、はい、どうぞ。ビッシュさんで、プロミズザスター。さあということなんですけども、
まあ、この4人になるとどうしても話がねちょっと下世話な方向にいっちまうんだよ。下世話でした。下世話も下世話でした。難しいな、ずっと下に住んでる人間だからな。自分の世界にみんな来ただけで下世話だと思ってないんだよな。なるほどな、ビエロ、男のビエロっすか。男のビエロありますよ。だから TikTok とか見てるとやっぱり筋肉ちょっとつけた人がなんか踊ったりして、やっぱり、いや、まあ、俺も筋肉好きなんで、もちろんいいねするんですけど、男の裸でも俺はいいねしますから。エロいなと思ったらエロいな、エロいな、これいいね、いいね。あ、筋肉ね、筋肉アピールね、はい、苦手だな、俺それも。筋肉アピール苦手だよ。なんか俺あんまりね好きじゃないんですよ、そういう男からさ憧れたりするわけじゃん、はいはいはい、そうしますします。あんまなくて、あんまなくて、あんまないです。なんかその筋肉をなんか鍛えてます感出してくるやつなんか嫌なんですよね。筋肉鍛え、いや鍛えてればいいことですけど、それはなんかこう、こうこれ見よがしに、なんかもうジム行っているんだみたいな話とかされてもなんかね嫌なんですよね。あ、見せると大きくなるんですよ、あれって。あ、やっぱそうなんだ。やっぱり見せると大きくなる。女も見られると美しくなるっていう、ね、そうですね。なんかだから太ももとかは見せろって言いますもんね。あ、緊張感がやっぱ、緊張感が違うって。そうなんだ。それやったらあなたもじゃあ筋トレしてるんですか。確かに筋トレしてますよ。え、逆にこの自粛期間中、みんな筋トレ以外何か運動してました。筋トレしてない。ダイエットはしてる。ふぇあのダイエットというか、はい、結局外出ないから運動不足なんですよ、はい、基本は。はいはいはい。で、なんか休みは家にとかいるとやっぱなんかお菓子食べたりするじゃん、どうしても。あ、しますします。だからそれで気をつけようと思って、はい、そこは頑張ってる。あ、お菓子を食わないようにとか、と体重もちゃんと毎日乗って、うん、あのちゃんとチェックはしてますね。あ、運動はあんまり続かないんですよ、全然。あ、確かに。あ、でも、あれじゃないですか、でも関さんの場合は奥さんもやっぱ一緒に住まれてるんで、はい、まあまあまあね、マット運動とか良かったんじゃないですか。それは何、下ネタ。いや、トップはトップはね、下だな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 、今のあれない、今のもだから、それ別にエロじゃない。そうそう、今のエロじゃないから、全然エロじゃないから。これ、こういうことやってるから良かったですよ、世の中の女は。そういうことか。あ、そういうことか。確かにこれ悪質だ。恵方巻食べてる画像とかもう完全にあれエロ狙いでしょ。加えてる必ず忘れちゃう、2月3日恵方巻き食べますみたいな感じで、感動、あんなもんエロでしょ、だって。そういや恵方巻きですからみたいな、やめてほしいよね。もうそういうのありますよ。絶対ある。あるよね。あります、あります。ゼロじゃないよ、ゼロじゃない、ゼロじゃない。本人も全く無自覚ではないと思う、うん、はい、うん、それわざわざ見せる必要ないですからね。多少ね、はい、やってますよね。なんか手の持ち方とかも多分工夫してると思うんだ、あれ。あ、確かに確かに。参考にしてる。そういうのが俺はちょっとねっていう。ああ、それをだから森崎智美さんとかやる分にはいいと思う。ああ、こう、私はこうもう若さまじゃん、それは、はい、逆にさ、うん、ああ本当にね困ったんですよ。恵方巻きはじゃあ来年から私たちで、うん、あの恵方巻き台っていうのを作りましょう。恵方巻き台っていう、そ、手で持って食ったら、うん、いやちょっとやらしさが出ちゃうじゃないですか、やっぱり。確かに確かに。恵方巻きを食うから台を作って手放して食えるみたいな。これあのクラウドファンディングでお金集めて。最低だよ、最低だよ。エロく、むしろエロくないですか。エロを何か考えないで活動ですか、それは。ノーハンド絵本巻き。今年の日本はこれだっつって、うん、ノーハンド絵本巻き。いや、見てだけじゃん、それは。最低だよ、それが。最低だよ、最低だよ、最低。ノーハンドはやばい。ノーハンドの方が逆にやばいわ。逆にやばい。やばいでしょ。無自覚やめても。嘘なんだ。無自覚なわけないだろ。嘘なんだ。ヒーローも。恐ろしいです。ヒーローいいな。そんなことやってんのか、ヒーロー。そんなにダメージは。え、何、もう俺こっちましたよ、今俺。そうそうです、もうひどいね。ショッカーとやってること一緒。逆にショッカーが出てる。ショッカーノーハンドエコー。ショッカーも何してんだよ。ショッカーも何してんだよ。ずっといいですいいです集団で。いや怖い、だからネットはね、本当怖いですね。そう、手出すもんじゃないですよ、本当に。そういう時はね、これからね、あのリテラシーを高めていかないといけない。今だってもうね、もう当たり前のように使ってるじゃないですか。そうですね、うん、もう普通にかん、もう本当になんか、はい、全世界に発信してるってやっぱ自覚がやっぱりないですよね。そうですね、知ってる人しか見てないでしょみたいな。そんなことでやってるからね。そんなこともないからね。確かに、うん、そういうとこちゃんと警鐘を鳴らさないとなった。
確かにやっぱ年齢的にも僕らぐらいだとまだ、ね、ネットのツイッターとかさ、はい、っていうのはまだそこまであれじゃん、ちょっとまあ新しいものっていう、そうですね、新しいものって感覚がありますね。そういうところからやっぱ若者たちに気をつけろよっていうのも大事なんじゃないですか、はい、そうですね、うん、今まで散々いろんなネット事件がありましたから、そうですよ、そういうのを伝えていくのが僕らの仕事なんです、うん、あ、そういうそういう仕事なんですか。急に真面目になったら、ネットリテラシーを守る、ネットリテラシーを守る、守るあ、でも大事かもね、大事かもしれない、うん、いないじゃんそのヒーロー、確かにそうですよ、で今までそれいないはそれなかったんだから、うん、今までなかったです、でもその子供たちを守るというか、はい、守るため、あ、それいいかもね、いいですね、うん、ネット犯罪から守るみたいな、おー、真面目な、真面目なことします、それはいいねもしまくったわけです。そう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 。これこう、それはいいんで、それはそれはいいね、それはいいね、うん、それは大丈夫、ネットリテラシー的に大丈夫だ、いいね。問題ない、そういうリテラシー的にいいね。いいね。いいねっていうのも新しい形かもしれないですね。うん、まだよくわかんないですよ、ヒーロー何を目指してるヒーローかちょっとね、あれですか、ね。メインが何か。宮城のこれからを見守るヒーロー。それがもう漠然としてる。漠然としてる。宮城のこれから。宮城の何を見守ってくれるのかわかんないでしょ、うん。めちゃくちゃ色白だしね、肌もなんか。自粛してる自粛してるって全然頑張ってないあ、でもそういう、あ、なんか本当にちょっとヒーローっぽいことじゃなくて一つだけ紹介させてもらうと、あのキャスを覚えたわけですよ、で、はいはい、キャスを覚えた時に、うん、あのコロナがね、まあ、ひどくなってきて、うん、でま、みんなのやっぱり周りにやっぱコロナうつっていうかね、はいはいはい、自粛なんだこれもう外出れないし、うつうつうつってね、うん、世の中そのネット使ってる人みんながなんか攻撃的になってきた、あ、確かに、で、うん、僕はキャス一回配信したとき、まあ、先週ぐらいかな、先週っていうか、うん、4月の中終わりぐらいにやらせてもらったときに、うん、そのもうみんなのことをとにかく褒める30分間っていう、やっぱそれでその気持ちをね少し明るくしていただけたらなっていうようなキャスをやったりとかはしました。お、いいじゃんそれ、あ、うん、うん、え、な、なになに最後の言い方だけちょっと気になる、まあまあまあ、まあ、でもそれ大事よ、褒める、確かにちょっとなんか今、うん、殺伐としてるからね、そうなんですよ ね、 なんかね、ちょっと平和にね、行きたいですね、あ、確かに、うん、あのね、風俗に女の子が流れてくるとか言うとめっちゃ叩かれる、まあ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 、まあ、あ、でもまあまあね、でもまあ、でもまあ流す、まあまあ難しいとこですけどね、うん、だからやっぱそういうとこにちょっとこう攻撃的になっちゃうっていうのありますからね、攻撃になっちゃいます、ね、だそういうとこはまあ皆さん落ち着いてよと、そうそうです、そうです、なんかこういう時だからこそみんなで協力しようじゃないかっていうところです、ね、そういうことですよ、いや素晴らしい、だからこうやって今日ね、こうやってラジオ聞いてくれてる皆さん、うん、本当にありがとうって僕は思ってます。確かに。で、今日、生きてこのラジオを聞いてくれてることが、僕は何よりも幸せだと。うん、そんなやつがお前、ノーハンド絵本巻き。ノーハンド絵本巻き、すごい二面性だな、聞いてる人は、まあ、確かに大事ですよ、大事だね、僕らもやっぱこうラジオを通じてね、ちょっとでもね、はい、楽しみをね提供できればと、そうです、ね、思いますので、よろしくお願いいたします、はい、この後エンディングでございます。さあ、じゃあ何かお知らせあれば、はい、はい、5月17日19時30分からですね、うん、竹に雀 TV ネタつべのコーナーというのが、はい、まあ、主に配信ですね、うんうんうん、YouTube ですとかあとニコニコチャンネルの方で、はい、まあ、行われますので、なるほど、はい、ぜひよろしくお願いします。そうですね、こうやってところでやってないとね、やっぱりね、はい、うん、ライダーは何かあります？僕もそれにちょっと参加させていただきます、はい、ライダー独自の、独自のはないですよ、独自のはないですね、次のツイキャスの予定とかもうあの思いついた時にやっちゃうんで、あ、そうなんですか、どれぐらいの人見てくれてるんですか、まあ、4、5人、あ、でもまあまあでもね、4、5人見てくれてますね、でもありがたいことに、いや見てるんだね、はい、へー、やっていかないと、はい、その4、5人のうち1人が相沢和也なんで僕の言い出しっぺみたいなとこあるんで、ここにでもね、相沢和也見届けないといけない相沢和也はどこにも出てくるんだよ、ほんと好きだよな、お笑いとかがさ見てくれると安心しますから、ね、今暇なんでねそうでございます、でもいいんじゃないですか、ツイキャスとかね、はい、なんかあるみたいですけれども、はい、ちょっとでも配信でもこれがブレイクにつながる可能性もあるし、ありますよ、ほんとに今あなた、わかんないですか、あなたのその配信で救われてる人もいるかもしれないですよ、逆になんか見る人も多くなってるんですよね、それやる人も増えてますけど、チャンスではある、逆にこういうのがあってよかったですね、なんか本当になかったら全くつながりがないというか、本当にそうです、ありがたい話なのかもしれないですけども、はい、ただ気をつけて使ってくださいってことですよね、そうですね、あとエロ
エロはエロだったらエロって言ってから、ね、これエロです。エロ配信ハッシュタグエロで。これは企業案件ですから、ね、そうなんでやってほしいなっていうのはありますけど、わかりました。ちょっと来週もライダーさん出てもらって、ありがとうございます。2週ぶち抜きでお届けしたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。ということで T ライズのネクスト G のお笑いしたいです、ね、また今週はこの辺でもね、お別れです。また聞いてね、バイバイ、バイバイ。そうですか、そうですか、はい。でも結局前もちょっとそんな話したけどさ、はい、結局そのちょっと可愛い女の子のさ、はい、ちょっとしたなんてことない写真とかさ、はい、動画配信にさ、はい、勝てないわけじゃないですか。勝てない、うん、悔しい。無理なんですよ。悔しいよね、それはね。女の子には勝てない、うん、やっぱエロの力はすごいよ。だからそうですね、うん、本当にそうですね。男もだから上半身脱いとけばいいんじゃないですか。重要あるんですかね、それね。次ちょっと次の回上みんな脱いで見せるよ、僕は。誰一人としてこう自慢できるからじゃないからね。確かに。それでも多分見る人は見ますけど。ああそうなんだ。需要はある。僕の YouTube ですらやっぱ脱いでるやつの方がちょっと伸びてる。僕のですらですよ。いやそうなの。やっぱりなんかそういうのが好きな人もやっぱり一部やっぱいますから。そうか。いいね。エロはすごい。あのへそ引っ張りますじゃなくて、あもうそうですし、アキラ 100% やる。ああ、まあそれ以外でもちょっとした時の脱いでる動画とかもあるんですよ、その動画、はいはい、企画上、はいはいはい、それの検索経路とかいろいろ調べると、なんか他のその裸の男がいっぱいいる再生リストに再生リストに僕の動画入ってるとかっていうのがあります。すげえな。その中に入ってるの、その一味に入ってるの。でだから知らない間に裸芸人になってたわけだ。そう裸チャンネルだったのか。そういうことあるんですね。怖いね。怖いですね。うん、うん、やっぱエロはすごいよ。だからエロすごいですね。エロが利用していきましょうよ。だからエロが世の中をまあ発展させてって言っても過言ではないからね。過言じゃないですよ、正直。うん、だってエロなかったらだって頑張る意味ないっす。意味ないわ。頑張る意味ないとまで。エロだけで。何か新しい技術が開発されたらまずエロに行くもん、ね。エロ。VR。VR 早かったな。VR が出た時はこれ終わったと思ったもんね。現実に戻れなくなっちゃう。逆にエロ以外で使うことあんのかなって思うぐらいだもんね。確かにそう。映像技術って結構だからエロに最適ですよね。エロがあるから多分技術発展してるんでしょう。そうですね。VR なんて別にエロなかったら別になかったと思う。山とか見たって。まあそう。それなんかこうあれでしょ、アクション映画とか、はい、なんかそれ見たけど迫力とか増すのかもしれないけど、でも結局最終的なエロに使う。まあまあエロが一番のアクションですからね、本当に。3D はあんま流行んなかったね。まあそうですね。無理があったのかな。あと今 CG というか AI というかわかんないですけど、はい、そのいわゆるちょっと有名な普通の女優さんの顔を、はい、フェイクポルノね。あそうです。そうですね。フェイクポルノっていうのがあ問題になってて、AI でそのあまあアイコラとかあったじゃないですか。あれのビデオ版ですよ。だから普通にまあアダルトビデオでしょ、はい、の顔になんかその合成、うん、もう人間はなんか AI とかで合成を当てて、その女優さんの顔とかに仕上げちゃう。表情とかもすごい自然に作れてる。すごい。すごいよ、あれ。もう、多分それ、クオリティが高すぎて、ちょっと規制されてるみたいな。そう、やばい。まあ、それぐらい判別できないからっていう。え、みんな俺よりエロい。俺おかしいな。そう、確かにな。ライダーはもっとこう、まっすぐなエロっていう、ね。まっすぐですね。相沢くんとかそういうなんかこう、ひねくれたりとか。そういうなんていうの、そういう。やばいやばい。やばい方向の方向っていう。あなたは単純に女の子のおっぱい揉みたいとかそういう直球のエロじゃん。直球ですね、本当に。もう相沢くんのエロはもう進化ナックル系のエロだから。進化ナックル。渡辺俊介とかそういう。アンダースローカーの進化ナックル。えぐいな、えぐいなんですよ。だからそんなことないです。僕だって普通におっぱい揉みたい。おお。おったね。いきますか、うん、来週またその話ですか。その話いっちゃいます。二連チャンエロはきついですよ。二連チャンエロ。今の回エロ界に含まれてる。エロになっちゃった。なっちゃった。今のはそうです。今のエロ界か。
っちゃうとね、はい、どうしたってね、うん、でも話題もないからさ結局ワイダンになるよね。そうですね。そうですね。結果ワイダンっていうね。ワイダンが一番楽しいからね。確かに、うん、ワイワイのワイダンですからね。そうね、ワイワイするワイダンですから、ね、でさまたこのエロじゃないか、うん、ワイワイってのワイワイのワイダンですから。来週はノーハンドワイダン。ノーハンドワイダン。ずっと手添えてた。いいっすよそれ。どこに手添えてた。問題ねえっすよ。どこに行ってたの。問題ないよ、ね、ノーハンド面白いな。何でもノーハンドで面白いな。それ笑いました。また来週もね、ライダー来ますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。